はい、本日も始まりましたリベルス TV。 ちょっといつもと違うテイストになっております。今日はスペシャルゲストに野瀬ひとみさんを来ていただきました。こんばんは。今日はガチで2人です。何を話せばいいかちょっとドキドキして、でもなんかこう野瀬さんとね接点がないようで、実は先週会ってます。はい、先週、まあ、2人で飲みに行ったって言うのかな、言うの絶対に言わない感じ、ね、言わない感じだね、はい、うん、山口会長のバースデーで、はい、バースデーイベントで一緒にちょっと飲ませていただいて、でなんかすごいね盛り上がってね、盛り上がってました。レベルス関係者とかいっぱい集まって盛大に、会長が一番盛り上がってました。まあ騒いでましたね、いろんな意味で。でもなんかそれをなんかこうプレゼントを山口さんに渡したりとかそういうのでね結構面白い感じになってて、その野瀬さんがねこうブログに書いてくれて、あ、見てくれたんですか、ありがとうございます。見ました。見たらなんか俺のことよく書いたんなと思って、最後まで見てみたら盗撮しちゃった。野瀬ちゃんのね気持ち分かっちゃった俺。え、ひとみって呼んでいい？お断りさせていただきたいですよね。なんか、まあ、僕らはね、はい、ビジネスパートナーですから、はい、よくわかんないですけど、よくわからない流れなんですけど、はい、よくわかんないですね、大変緊張しております。はい、すごい面白いし分かりやすいし、会場全体があったかいし、ちょっとファンと距離が近いですよね。すごい近いし、なんかあったかいですね。なんか怖い人があんまりいないイメージで、ああそうですね。ここのイベント本当に全く本当にないですね。一般の人がいっぱい、当たり前なんですけどそれで余計なこと言っちゃったから一般の人しかいないからあったかい感じで、あったかいです。なんかこうやってねレベルス TV で選手を応援してなんか特集してるから、みんな選手のことよく知ってるし、選手についてもそうですし、なんかわざわざリングアナの福田さんが私たちのラウンドガールの経歴まで調べてくれてアナウンスしてくれたり、お客さんも手振ってくれたりして、すごいあったかい現場なんで、見に来た人も初めてでも多分すごくほっこりした会場が分かると思います。そうですね、僕もあんなサングラスかけてるだけでサイン会とかやらされて気持ちよくなっちゃいました。でもこの間加藤会長会場で見た時、はい、隅でスッと見てて、あれちょっと恥ずかしかったね誰だろうって思ったら加藤会長で、うん、でもねその後ねちょっと聞いてくださいよ、あの野瀬さんと会ってこうちょっと話してね、はい、でいなくなって俺そのままずっといたんですよ、はい、そしたら他のラウンドガールの人とバーッと回ってくるときになんかあの子ですげえテンション高いスネークさんいましたよみたいな声声テンション低い、あ、低い低い、加藤会長がいましたよいましたよみたいなの聞こえながら俺どういう顔で行こうかなと思ってテンション上げていこうかなと思ったけど、いいよと思ってめっちゃ低かったですいやいやいや素です、素を見てしまいました。いや、つやつや。最近お気に入りの選手は？お気に入りですか、うん、試合を見て楽しい選手、まずじゃあ試合から。最近もう絶対面白いなと思うのは水落選手とか中村選手とかの、まあ、外れがないですね。外れがないですね。どっちに転んでももうすごく、あ、見てよかったと思う。本当レベルスでいい試合してる、まず本当にあの2人が上がるんじゃないかなっていう、他にもね、たくさん人がいっぱいいるけど、キャラ的にはキャラクター的にですか、レベルス TV を見てくださってる人は絶対ハチマキ選手を応援してほしいなって思いますけど、俺かなって今期待しちゃったね。え、選手じゃないですか？ああ、選手じゃないけど、ハチマキは童貞キャラとして頑張ってる。いや童貞で頑張ってるんですけど、普段の彼すっげえ真面目なんですよ。ほんとクソ真面目で、もう練習も必死にやりすぎちゃって、もう最近すげえ痩せちゃって。え、そうなんですか？ちょっと気負りすぎてんなと思って、よく考えたら3連敗ではしょうがねえかなみたいな。ハチマキさんのファンの人たちもすごい熱いですよね。うん、泣いてるお客さんがいたりとか、はい、もう騒いでキャンキャン
終わった後囲まれてたりとか、あ前なんか鉢巻きなんかもう私服に着替えちゃって誰か分かんないからみんな通り過ぎちゃったのに。でもあの鉢巻きはもう鉢巻き選手はプライベートでレベルスをこうプライベートでというか応援に来てくれてる時、試合に出てらっしゃらない時はどこにいらっしゃるのかが分からないっていう、満員電車の中で鉢巻きを見つけろって言ったら誰も分かんないからね、本当に分かるかもしれないですけど昔本当に満員電車の中の写真を鉢巻きいるとこ写真撮ったらもうオーラゼロでこうどこにいるか分かんねえよみたいな、人気なチャンピオンなんですけど、そうなんですよ、残念なやつなんですよね。女の子におすすめと言ったら、まあ今をときめく小笠原兄弟じゃないですか。あれはイケメン兄弟だな、はい、どこから見たらムカつくなのか、もうなんかお兄ちゃんのゆきのりんさんがすごいイケメン で最初レベルスのオーナーさんの弟さんがすごく一押ししてて初めて知って、でもその辺のアイドルとか若手俳優の人みたいな、全然かっこいいよね、かっこよさで本当に、しかも前ブレードで那須川さん相手に戦ってた時一番健闘してたのは雪のりさんでしたよね。クロスポイントの選手みんな強いんだよな、しかもクロスポイントはかっこいい選手が多い、そうなんです、ついついセコンド見ちゃいます選手取ってるふりしてちょっと拡大してあの顔確認してますからね。フェニックスは取らないのに、フェニックスは梅野さんをチラチラ、あ梅ちゃんも結構イケメン、梅野さんかっこいい、いや超イケメンなのにイケメンじゃない説もあって、え梅野さんかっこいいですよ、いや俺も梅野源氏になりたいから梅野源氏が一番かっこいいって言ってるのに、いや結構女性はいやかっこいい、なんかそういうオーラが、そうオーラがかっこいいけどラスボスっぽいですもうイケメンじゃないよねっていう人がいて、俺そう全否定するんですけど、いや俺は梅野源氏になりたいんだっていう、なりちょっと話変わってきちゃいますけどね、うん、ちょっとこっち入ってるの、 あいつが一番かっこいいの、運転してる時、運転その助手席俺乗ってる時とかかっこいい、女じゃないですか、女じゃない、俺免許持ってないからもう憧れちゃうの、そういうの俺ができないことやってると思って、なるほど、クロスポイントの話に戻すと、はい、その小笠原兄弟の弟さんの栄作さんと、はい、6月1日の試合がある栄作、はい、さんも栄作、はい、さんと雪乃さんなんかちょっと違うかっこよさ でも最近もう安定して強いですよね、うん、強いし本当に俺孫悟空みたいな、かっこいい、本当かっこいいと思う、かっこいいですよね、お兄ちゃんの英語も喋れるらしいです、あペラペラですよね、なんかこの間来てたお泊りジムの方との通訳を雪乃さんがペラペラと、俺は代表が通訳してるのも聞きましたよ、え喋れるんですか、代表が皆さんこれもう通訳してましたよ、山口さんすごい、何をそうそう学歴ありますから乙女心の加藤会長目線だと誰がおすすめですか、はい、レベルス出てるメンバー、はい、まあでも俺は水落ち選手とかやっぱちょっと男らしいですね、強いですね、男気がすごいね、かっこいいですよね、いい男らしい、うん、どうかなんですけど結構裏行ったら分かんないよね、え友達の前じゃほんと下手くそだよ、絶対言ってないと思う、俺なんか一回絶対言ってないと思う、なんか友達に囲まれてる時にギャルに囲まれてたの見て、いやギャルにモテちゃうんですよ、ね、だって結構チャラ男なんじゃないかなと思って、今回はもう韓国人の強いパンチ当てやるみたいで、これどうなるの、激しい試合になりそうです、まあ、逃げないだろう ね、まずね逃げないですね、さっきから見ててもなんかパンチが飛んできても全然目つぶらないし、うん、どんどん前に行くし、なんか一回イベントかなんかの打ち上げで、はい、みんなでなんかバーみたいにやった時行った時も、はい、水内選手もう一言も喋んなかったですから、ずっと黙ってました、しかもお酒も飲んでなかったですね、その時かっこいい、不動心ってこういうこと言うんだろうなと思って、え水内さんはそれ耐えてたんですか、修行してたんですか、いや早く帰りたかったなと思ってもう平田君来た、湘南の太陽って言われてるんでしたっけ、うん、
して、サワーの良かった。俺感動した。良かったですね。てか、サワーさんも良かったな。おお。でもね、ボクシングめちゃめちゃ強いらしいよ。あ、そうなんですか。そう、もうボクシングジムの人とかも噂をすごい聞く。本当日本チャンピオンだって全然負けないので。日向さんを見ると、うん、全然関係ないことなんですけど、お母様を、ああ、いつもでもいいね、優しいお母さんで、優しくていつも会場に応援に来てらっしゃるんですよね。お母さん思いでね、本当に言葉にジム。あー、これ、ね、この人強かった人。強かった。やっぱヨーロッパ人か。倒れないね。強かった。オトマニジムのメンバーみんな仲良しで、もうそれがびっくりして、本当に仲良くてみんなで頑張ってるみたいな。しかもすっごいいい人たちでしたね。うちで一回練習して。あ、そうなんですか。すごい人ね、もうブラザーだよね。あ、ブラザーになっちゃったんですね。言葉はできなかったけど、もう身振り手振りになって。ジェスチャーでもね、ブラザーになっちゃった。どっち応援してるんですか。これはこっちのオトマのオトマニジムが俺好きなんだよね。でも当日はもうオトマニジムの俺帽子もらったからキャップもらったから、そんなにですか。向こう側のセコンドつこうかな。そんなに、そっちで勝ってわーってやりたいなと思ってね。日向さん勝ったらどうするんですか。そしたらキャップ脱いでね、日向 T シャツ。お前さすがだよ。とんでもないですね。すみません。面白いです。いやもう日向さんはエースなんで、もう日向さんがこう拓也さんがドローで終わっちゃった相手ですよね。うん、すごい全然倒れなかった強い選手ですけど、もう綺麗な蹴りを駆使して負けないでほしいですけどね。でもオトマニジムの人いい人たちでしたから ねやっぱ引き分けでいいかな。それはちょっと